鈴木でございます。満州国という立派な国のナンバー2回目といたしまして、満州国の建国ということをお話ししたいと思います。歴史家の加藤陽子さんが、強く15年戦争論というのを唱えておられまして、これはその満州事変から太平洋戦争敗戦に至るまでを15年戦争というふうに論じているものなんですけれども、これは全く根拠に基づかないですね、妄想なんですね。そのことをちょっとお話したいと思います。でこの15年戦争論というのは満州事変ここが始まってから敗戦まで15年間ある、この15年間をもって15年戦争論というふうに言われております。で私はですね、東京裁判士官から脱却せよということを主張しておるわけでございますけれども、その東京裁判士官というのは、昭和12年の7月に始まった盧溝橋事件から始まる日中戦争、それから昭和16年12月から始まる太平洋戦争、これを合わせて東京裁判士官というふうに言っておりまして、これは昭和12年から昭和20年までですので、これ8年間なんですね。ですから東京裁判士官というのは8年戦争論なんでございます。それでですからその東京裁判士官というのは8年戦争論、15年戦争論というのはこれはっきり分けて考えなければいけないので、私は15年戦争論というのを自虐史観というふうに申しております。東京裁判の首席検事の木南という人が言っておりますけれども、なぜその日本人に言ってるんですけど、なぜ君らは満州だけで満足しなかったのかと、満州を固めておけば十分やっていけたではないかと、なぜその支那、中国ですけどもに手を出したのかと、君はそう思わないかということを言ってるわけですね。要するに、東京裁判の首席検事の木南はですね、その日本が悪かったのは8年戦争だということを主張しているわけなんです。しかるに加藤陽子さんはですね、いやそれより前の8年を倍にして15年間悪かったんだという主張をしておられまして、ご著書の中でですね、満州事変は日中戦争、太平洋戦争につながる大きなターニングポイントであったとか、あるいは日中戦争の根幹にあったのは満州事変であったと、全くその満州事変と日中戦争という別の戦争をつなぎ合わせたわけですね。これは全く論理が矛盾しているということでございます。実はですね、満州事変はこの昭和8年5月に終了いたしましてですね、これは関空協定という停戦協定が結ばれたんですね。それでこれが関空協定なんですけども、関空協定の写真で、この左側が日本軍、こちらが中国軍で、丹空という町で停戦協定が締結されました。それでその前にお話しいたしましたけれども、盧溝橋事件というのは昭和12年7月7日に起きているわけですけれども、これはその中国共産党のですね、劉少奇が仕組んだ戦争なんですよ。でこれは小競り合いでございましてですね、ここに盧溝橋事件が起きたんですけど、これ小競り合いで日本軍死傷者は約40名、それから支那軍死傷者は180名、合計220人なんですよ。小さな小競り合いなんですね。
それはあとその1ヶ月後、1ヶ月後に上海でですね、上海事変、第二次上海事変というのが起きますけども、これはドイツの軍事顧問団のファルケンハウゼン中将がですね、蒋介石にその武器輸出をしたいと、あれかつドイツ軍事顧問団が蒋介石軍を指揮して実戦経験を深めたいという目的のために行ったものでありまして、蒋介石軍5万人が日本軍の海軍陸戦隊5000人に奇襲総攻撃をかけたという問題であります。ですからこの満州事変はですね、ご承知の通り関東軍が仕掛けた出来事でございますし、この日中戦争の盧溝橋事件は中国共産党中央委員の劉少奇が仕組んだ、220人が亡くなった小競り合い、その1ヶ月後に行われた第二次上海事変は、ドイツ軍事顧問団のファルケンハウゼン中将が仕組んだ大規模な戦闘行為。この全く3つの、異なる戦争なんですね。従いまして、この戦争の主体が満州事変とこの日中戦争では全く異なりますし、この間4年間、停戦の後4年間の空白があったわけですから、これは15年戦争論というのは全く根拠のない間違いだということをここで申し上げたいというふうに思います。それから次に申し上げたいのはですね、張作霖爆殺事件というのがありまして、これは昭和3年のことでございますけれども、このことを話したいと思います。いわゆる張作日露戦争が終了いたしますとですね、日本満州に進駐しておりました日本陸軍は撤兵するわけですね。そうすると満州には軍人がいなくなると、軍事的空白地帯になったということでございまして、そこへそのソ連軍が攻め込んでくるとちょっと困るので、日本軍の代わりにですね、山形有朋が考えたんですけど、日本軍の代わりにその張作霖にその満州を防衛させようというふうに考えて、多額な軍事資金を供与したということなんです。そうしましたらですね、その張作霖はですね、その満州を防衛してくれよという日本陸軍の期待を裏切ってですね、それでその日本陸軍から受けた膨大な軍事力を持って中国本土へ攻め込んだんですよ。それで北京を占領してですね、北京政権を確立したということなんですね。これはね、日本陸軍にとってはですね、ちょっと迷惑な話なんですよ。ちょっとやりすぎですなと、満州を防衛してほしいんだよねと、そこにその日本陸軍と蒋介石の間に、一つの圧力が生じた。その後ですね、北京に入った張作霖はですね、北京にありましたソ連大使館に乱入してですね、でその財宝をかすめるとか、機密資料をかっぱらうとか、乱暴狼藉を働いたと。そうしましたら、いわゆる大使館というのは在外交換でございますから、ソ連が激怒してですね、それでその蒋介石軍を滅ぼすということで、満州の隣のモンゴルに大量の軍隊を送り込んだんですね。一触即発の状態になった。そうしますと、そもそもその関東軍としてはですね、満州を平穏に保ちたいと、ソ連軍が入ってきたら困るということで、張作霖に、武器援助したら、張作霖がソ連と対立して、ソ連軍が満州に侵攻してくるという状況になってきたのでですね、その張作霖のやりすぎに対して、日本陸軍は極めて困ったという状態になったわけです。それからさらにですね、
日露戦争の時に満州馬族は日本陸軍に協力したんですけども、その最も日本に親日的だった都立山という馬族がいたんですけども、張作霖は都立山を宴会に誘って呼び出してですね、そこで殺しちゃったんですね。そう、日本陸軍の最も仲間である、その都立山を殺したということになりますと、日本陸軍としては親日派の馬族に対する、示しがつかない。この三つが、三つがですね、その紹介、北京に入り込んだと、それからソ連と対立したと、それから日本親日的な都立山を殺したと、この三つがですね、その関東軍としてはこの許しがたいという状況になったと。これが張作霖、関東軍の張作霖爆殺の一つの流れなわけです。それからもう一点はですね、張作霖が率いたその奉天軍閥についてはですね、跡目争いがあったんですね。息子の張学良が継ぐのか、番頭の総参謀長余宇帝が継ぐのかという話でありまして、まあその親父の張作霖は息子に継がせたいと。しかしその張作霖政権を軍事的に支えてきたのは番頭の余宇帝でありますからですね、まあ、これは面白くないと。で、余宇帝が楊帝がその張作霖を爆殺したわけですね。具体的には楊帝の子分の鉄道大臣であります常胤会という人が列車の天井に爆薬を仕掛けて、それで爆殺をしたということでございます。まあこれについてその河本大佐はですね、じゃあ俺が悪役になってやるということで、その悪名を引き受けたということでございます。で、まあ張学良はですね、親父が死んだということはですね、番頭の楊宇帝と上院会が仕組んだということを察知いたしましてですね、麻雀をやるからいらっしゃいませというふうに楊宇帝と上院会を自宅に招いてですね、で部屋に入ったところを隠れていた暗殺団というか子分がピストルで二人を射殺したということでございます。で、まあ上院会並びに楊宇帝は日本軍と親しかったのでですね、その張学良は日本軍の反発を警戒して、蒋介石に、近づいてですね、それでその駅士といいますけれども蒋介石軍の旗を立てて蒋介石に服従する意思を表明したということでございます。